はい、それではシューベルト交響曲第7番第2楽章2回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、113小節目からの解説となります。はい、この部分なんですけれども、音量はピアノと書いてあるんですけれども、非常に重要なフレーズになりますので、しっかり、した音量で鳴らしていただきたいと思います。はい、で、まず最初ポジションなんですけれども、ここはまず最初は、1つ目はまずオーソドックスに D 線から始めるという方法があります。でそして、117小節目からは、第2ポジションを使いまして、というここでまとめて取ることができます。はい、そしてもう一つのパターンはですね、第3ポジションから始めるという方法があります。これはここでスタートするのは、まず最初の D を、開放で取らずに押さえて、取りたいという方にはこちらで取る方法があります。でこのポジションは、全てアーセンで取ることになるんですけれども、そしてその次もっていうふうにここまできますね。でそして、先ほど説明した、117小節目の部分は、まず最初のキスを、2で押さえまして、ここは第5ポジションで取ります。ここでまとめて取ることができます。あとはそのまま、119小節目はそのまま、D 線で降りていただいて、で3拍目の A から今度は第3ポジションで A 線の4で取りましてという形になります。これは、このポジションは非常に難しいんですけれども、その次の121小節目に出てくる長がまたか転調した部分になるんですけれども、この、フレーズを同じポジションで、取ることができるという、そういうメリットがありますのでね、自信がある方は、こちらのポジションをで、トライしていただけたらと思います。はい、そして、その次ですね、121小節目なんですけれども、ここはですね、もう先ほど説明した通りの、ポジションになりますね。ここも第5ポジションを使ってという形になります。はい、で、ここを、D 線で取るという方法もあるんですけれども、でここをするとどうしてもこのハーから第5ポジションにというふうに飛ばないといけないので、非常に難しい跳躍になってきます。全くできないというわけではないんですけども、ちょっと音程は若干取りづらくはなっていきます。先ほど1回目に弾いた方をお勧めしたいと思います。はい、でそして、また戻りまして、113小節目の今度は弓順なんですけれども、ここはまず最初は当然ダウンで入るんですけれども、そこからずっと弓順でいくと、次の121小節目に出てくるまた同じ、調が変わった部分は今度は逆弓になります。あるんですけれども、ここはもう、逆弓で構いませんので、もうオーソドックスに弓順で、行っていただいて、その後の進行ベージョンが出てくるんですけども、そこの、をスムーズに入れるようにしていただけたらと思います。はい、そして、今度はその、129小節目以降の今度は進行ベージョンが、9小節間続くんですけれども、ここもその前の、スラーが大きくスラーがつながってるんですけれども、それも切っていただきまして、その前の小節のここもスラーがつながってるんですけども、ここも1小節単位で切っていただいて、入るという形になります。はい、そして、今度はそのシンコペーションの最初の音を、ダウンで入るかアップで入るか、これも非常に判断が大きく分かれるんですけれども、まずダウンで入った場合は、そのままどちらにしても弓順でいくという形になります。でポイントはですね、ずっと、シンコペーションが終わった部分が終わって、その後に出てくる、杖の伸ばしとティスの伸ばし、これが、4小節間かけてスラーでつながっている、タイとスラーでつながっている部分が出てくるんですけれども、ここを一弓でいくのか、あるいは途中で、返すのか、それで、決めていただけたらと思います。もし、途中で、返す場合でしたら、最初の入りがこれアップになりますので、2小節単位、杖からティスに変わる部分で、切るという判断になります。
はい、でこれを1本で、つなぐようでしたら、最後はダウンで終わりますので、その場合は、129小節目のその最初のシンコペーションの入りの強いの音は、アップ入りになるということになります。で、すなわち、今度はその場合切る用切るパターンの音でしたら、最初はダウンで入るという形になります。これも、まあ、これでどちらかで判断していただけたらと思います。はい、そしてそれが終わりまして、今度は142小節目、ここから再現部に入りますので、ここはもうほぼ、同じ形になりますので、ここはもう割愛させていただきます。はい、そして、その次またフォーティッシモで出てきました173小節目。ここからまた、まあ、最初は同じ形が続くんですけれども、なんですけども、その、177から、違う部分が出てきます。で、まず最初は、こう全部っていう風にいくと非常にポジションがきつくなってしまいますので、ここは特にギスを、冷戦で、取っていただくとスムーズに、抑えられることができると思います。まあ、ここで言ったとしても、どっちみちこちら第5第6の中間ポジションで、跳躍がありますので、ね、どちらにしても難しいんですけども、で、まあ、その場合はハーとこの A が同じ位置に位置で取りますので、まあ、移動はスムーズになると思いますので、こちらを選択していただけたらと思います。で、ここからその後の D からド、終わりはもうそのままもうオーソドックスに、ゲーセン使って降りていただいて、ハーフポジションまで戻るという形になります。はい、それ以降もですね、ほぼ、ゲーセンで、取れるポジションだと思いますね。って形になりますね。はい、でそれ以降も、ほぼ問題ないと思いますけれども、ここも弾いておきますと、まあ、このフィスとジスの、5度が出てくるんですけども、ここを、まあ、第2第3の中間ポジションで取っていただいて、同じ形で取る、同じポジションで取るというふうに、考えていただければいいと思います。はい、そして、あとのピッチカートも、まあ、調は違いますけれど、ほぼ再現部という形になります。で、アルコに、変わった部分も、まあ、もう第1ポジションで取っていただいても構いませんし、あるいはもう、アーセン1本でこちらで、撮っていただいても構いません。はい、それ以降のピッチカートも同じ形になります。はい、そして、また35小節から長い休みが続くんですけれども、これも再現部と同じで、2小節前にフルートの、フレーズがありますので、そこを、参考にしていただけたらと思います。はい、今日はちょっと中途半端ですけど、ここまでとさせていただきます。特に、先ほど説明しましたシンコペーションの判断は、まあ、ダウンで入るのかアップで入るのかっていうのは非常に判断が分かりますので、ね、これは先ほども説明しましたけれども、最後のこの、4小節間にかけてのこの普天使ボンプの伸ばしの部分を、途中で、切るのか、あるいはそのまま、一読みで、伸ばすのかとで判断していただきたいと思います。はい、第2楽章2回目の解説は以上になります。ではまた次回。